ドジャース4、2ブルージェイズ、日本時間28日、トロント。ブルージェイズの菊池雄星投手は27日、日本時間28日、本拠地で行われたドジャース戦に先発登板し、6回9安打4失点で今季2敗目、2勝を喫した。岩手・花巻東高の後輩に当たる大谷翔平投手との対戦では、 二回の第二打席に右前的地打を許し、とんでもない打球を打たれましたと苦笑いで振り返った。初回、先頭のベッツに三塁打を許すも、続く大屋を二頃に打ち取った。しかし、二回も西一三塁のピンチで対戦すると、5球目に投じた98.2マイル、約158.0キロの直球を捉えられた。 痛烈な打球を右前へ運ばれ三塁走者が生還大家の自己最速を更新する打球速度119.2マイル約192キロだった僕も楽しみでしたね1年に1回しか対戦できないですからね今年に関してはと待ちに待った高校の後輩との対戦3回一・死一塁の第3打席では空振り三振を奪い 先輩の意地も見せたランナーを置いている打席が多かったですから難しい対戦になりました大谷は毎年毎年レベルアップしてますし長打だけは打たれないようにと配球をしてましたと対策をしていたというまた大谷に打たれた98.2マイルは今季最速ただとんでもない打球を打たれましたし 僕も一番速い球投げたのかな、今年。悪くないボールだったと思いますけど、彼が上回ったという感じでした。ボール自体はすごく良かったですし、いいバトルできたかなと思いますけどね。投げた瞬間にライト前に行っていたので、打球が速すぎてちょっと見えなかったですけどと脱帽した。初回一死三塁からフリーマンの左ギフで先制点を献上し、 2回には大家の敵地だなどで2失点。4回にも1点を失ったが、5、6回は連続で三者凡退と立ち直った。岩手のみんなも久しぶりにテレビに映るよって電話くれたので、有名になれるチャンスかなと思って、今日は頑張ろうかなと。無念の黒星となったが、なんとか6回まで投げられたというのは、次につながる、と切り替えていた。